ご視聴ありがとうございます。今回は渋谷駅解説動画の後編です。東急田園都市線と東京メトロ半蔵門線の施設をご紹介した前編に続き、東急東横線と東京メトロ副都心線の施設を解説します。完成までの歴史とその名残、癖のある施設の課題に注目です。ここは渋谷駅の宮益坂中央改札です。前後編でご紹介する施設は概ね L 字につながっており、この改札からは両線のホームに行けます。田園都市線と半蔵門線のホームは、今から50年近く前、1977年4月に使用開始になりました。改札外はリニューアルされて綺麗になり、設備の場所も変わるなど、開業当時とは大きく違います。一方の東横線副都心線のホームは、2008年に使用開始になりました。後から作った路線なので、ホームはこの下にある田園都市線などのホームよりも深い場所にあります。宮益坂中央改札を入り、左右どちらに進んでもそのホームへ行けます。ホームの端からご紹介する方がわかりやすいので、今回は左に進みます。この階層は、地下2階にあたる場所です。エスカレーターで下へ降ります。傾斜がきつくて距離がそれほどないので気づきにくいですが、地下3階にある田園都市線などのトンネルをやり過ごすため、このエスカレーターは地下4階まで続きます。ただし地下4階はホームではありません。一つのホームが上下線に挟まれる構造だった田園都市線などのホームとは違い、東横線などのホームは2つあり、その両側に線路があります。ここまで一つ流れだったエスカレーターなどを2つに振り分ける階層が、この地下4階というわけです。向かって左が副都心線方面、右が東横線方面のホームで、柱には両線のラインカラーがあります。通路はこの幅で、特にエスカレーターは1人分の幅しかありません。ここはホームの端のため、必然的に幅も狭くなっています。ようやくホーム階に到着です。そこそこ幅があるのに柱が少ないため、1本あたりが極太サイズです。田園都市線などのホームは緩い S 字になっていましたが、東横線などのホームは向かって左だけに曲がっています。また、あちらはホームの勾配が2パーミルに抑えられていたのとは異なり、こちらはこのすぐ先までが下り10パーミルで、そこから上り10パーミルになります。そして、ホームの一番奥でさらにきつい勾配になります。勾配が連続的に変わるのでブレーキ操作には注意が必要で、自動で列車を止める装置の設定も難しいとされます。また、この駅の真ん中の線路の間には、柱がありません。これは、この駅のすぐ先で、副都心線が伏線シールドトンネルになっているからです。シールドトンネルは、先端にカッターのついた円筒型の機械で地中を掘り、内側からコンクリートブロックを当ててトンネルを仕立てるものです。線路の間に柱があると線路の間隔が広がり、その分シールドマシンが大きくなるので建設費が増えます。ホームの先にはポイントが集中しており、仮にあの場所で線路の間隔を変えると、ポイントなどの設計がややこしくなるため、間に柱のない設計になったようです。そしてあの場所は、この駅が開業した当時、大事な役目を果たしていた場所です。駅構内を回る前に、この駅の歴史をおさらいです。渋谷駅のうち、この施設ができたのは、2008年6月14日。東京メトロ副都心線の開業に伴い、終着駅として開業した駅です。副都心線のうち、小竹向原新線池袋間は有楽町線新線として先に開業しており、今の副都心線の駅は新線池袋駅と呼ばれていたほか、途中の2駅は通過扱いでした。全線開業前は有楽町線に対する急行線の役割がありましたが、新線池袋駅の場所がいまいちだったこともあって利用は伸び悩み、朝ラッシュでも1時間あたり6本、日中は4本という少なさでした。副都心線の全線開業で列車本数が増え、新線池袋駅と丸の内線の駅をつなぐ連絡通路が本格的に供用されるなど、役割が増していきます。一方渋谷駅は開業したものの、工事はまだ途中でした。東横線の渋谷駅が高架線のままで、渋谷駅から南の工事も終わっていなかったからです。工事範囲は今のホームがある場所に被っていたため、副都心線開業時のホームは、今よりも北に45メートルほどずれていました。また、ホーム2つ、線路4本がありましたが、当時は線路が2本で足りるため、両側の2本だけで運行されていました。列車ごとにホームが違うのは不便なので、真ん中の線路の上に通路がありました。この通路はタイル張りのしっかりしたもので、
途中には売店もあります。ホームの北寄りの画像がこちら。奥の通路の横にあるのが、先ほど私が降りた階段です。当時はこの先にもホームが伸びており、反対側から見るとこのようになっていました。将来ホームを撤去するため、内側の天井には仕上げがなく、照明はいかにも仮設な感じです。また、柱も基本はコンクリ剥き出しだったようです。反対側では東横線の地下化のための工事が行われ、無骨なコンクリの壁がありました。2013年3月には、東横線の渋谷駅が高架から地下に移転し、このホームが本格的に稼働します。4線すべてが使われるようになるため、真ん中にあった連絡通路はあらかじめ撤去され、ホームも本接の位置に移されました。なお、ここにあるポイントは暫定開業中は使えなかったため、この奥に折り返し用のポイントがありましたが、正式開業に合わせて撤去されています。この辺りのホームはきれいに撤去されましたが、両脇は今でも残っており、端から覗くとその名残があります。左奥の駅名板がホームの範囲からはみ出しているのは、もともとこの奥にホームが続いていたのが要因です。この施設は、深さおよそ30メートル、幅は最大およそ36メートルという巨大建築です。銀座線との交差地点から北に5メートルの場所が駅の中心とされ、北側が東京メトロ、南側が東急の施工範囲になりました。なお、銀座線と交差する部分に関しては、実際には東京メトロに委託されています。そしてこの施設は、当初から東急の使用で建設されました。これは、東横線との直通が始まった時に一体的に運用することを念頭に置いたもので、2008年6月の開業時から東急が管理していました。改札が繋がっているのに管理が違うと不便なので、2007年12月に、田園都市線などの施設の管理が東京メトロから東急に移管されました。直通運転で利便性が向上したことで、副都心線の利用者数は激増し、輸送人員は2008年度が1日あたり21万5千人ほどだったのが、2013年度には47万6千人余りと、2.2 倍に増えました。これにより、営業係数は 104.3 から 79.5 に改善しています。営業係数は100円の売り上げを得るのに必要な経費のことで、100未満が黒字、100を超えると赤字です。この数字は、当時の丸の内線や南北線よりも高い収益性を意味しています。その後、2023年3月の相鉄東急直通線の開業で、この駅の重要性はさらに増します。朝ラッシュには、最も混む1時間で24本の副都心線へ乗り入れ、多様な系統が入り乱れます。東横線にも最大21本が運行され、こちらも行き先や種別は多種多様です。この駅で種別が変わる列車もあり、使いこなすのは相当大変です。ほとんどの列車が直通するものの、先ほどの列車のように東横線に折り返す列車や、逆に副都心線に折り返す列車もあります。なお、副都心線のホームから東横線に折り返す列車は稀で、隣のホームで折り返すのが基本です。4線すべてから列車がなくなり、一時的に構内を見渡せるようになりました。先へと進む前に、構内図を見てみます。割とシンプルな構造のホーム階に対し、上の階層はチーズの穴のように欠けている場所が目立ちます。改札階も同じで、2つの改札の間に楕円形の穴があります。ここ、かなり気になりますね。先へと進みます。ただの左カーブではなく、勾配がここで変わっているため、線路がねじれているような感覚になります。そしてこの階段の横に、勾配が切り替わる場所の目印があります。この階段などの裏にあるのが、柱にも案内がある、Sトレインの券売機です。Sトレインは、西武線と直通各線を運行する有料座席指定列車です。指定券はウェブサイトのほか、ホームにある券売機でも買えます。田園都市線と半蔵門線の渋谷駅には、こうした有料列車が来ないので、東横線ならではです。なお、昨年から東横線の有料座席指定列車、Qシートのサービスが始まりましたが、そちらはホームの券売機で指定券を買うことはできません。さらに先へと進みます。階段エスカレーターの横のスペースは狭く、展示ブロックとホームドアの間が通路スペースになっています。ホーム幅が一番広いのはこの辺りのようですが、これではラッシュ時の混雑を裁くには足りません。また、柱やエレベーターが乗車位置に干渉している場所も多いです。この背後にあるエスカレーターが一番混むらしく、
柱には案内サインがあります。そしてこの先で真ん中の線路の上の天井がなくなります。奥には非常口の案内サインがあるほか、斜めになった部分は階段か何かの底に見えます。その横にはお椀の底のような部材があり、直線的なデザインが多かったこれまでとは大きく違います。この先ではホームの天井も作りが変わり、真ん中寄りが曲面的な形状になります。この辺りは比較的混まないので、ホームにベンチがあります。内装はモノトーンで統一され、落ち着いた感じの構内です。田園都市線の前身である新玉川線の開業から30年余り、デザインも大きく変わっています。そしてこの奥には楕円形にぽっかり開いた穴が、先ほどとは異なり遮るものがないので上まで見通せます。サイズが違う穴が2つ重なっており、ホームの上に2つの階層があります。ちなみに入線してきたのは東急5050系のうち、かつて存在した車両の塗装を復刻したものです。この列車はこの駅で東横線方面に折り返します。後続列車で副都心線に行くにはホームを移動する必要があるので、手前の駅で乗り換えるのがベターです。各駅停車は8両編成で、ホームの北寄りに止まります。人が少ない南寄りの天井には先ほどと似たような構造物が、これらが先ほど見た構内図にあったチーズの穴のように欠けた部分です。その間にある吹き抜けを挟み、向きの異なる構造物が左右対称に並んでいます。南寄りにあるエスカレーターで上に上がります。左からはみ出す卵型の壁が気になりますが、その正体はこの上に行けばわかるので一旦置いといて、上の階層で隣のホームからの動線が合流し、逆向きになって改札階へ向かいます。これは序盤で私が降りた場所の逆バージョンですが、このエスカレーターはそれより短いです。そしてホーム階の天井に開いた穴と同じようなものがこの上にも同じように開いています。改札窓口もガラス壁は円形になっているほか、上には曲面的な仕上げの天井、そして後ろを向くと天井が階段エスカレーターを包み込むようになっています。この改札を出た先にあるのが先ほどホームから見えた吹き抜けです。ホームとこの階層の間にはもう1階層あります。これは改札への動線が折り返していた場所を少し奥に進むことでたどり着けます。突き当たりにある構内図の内容がこちら。先ほどはここでエスカレーターに乗って改札階に進んでいました。ここを左に曲がると改札階とホーム階の間の階層を進めるという寸法です。こうして見ると天井からはみ出していた卵型の壁は奥まで続いており、真上の階層まで続いているのがわかります。この吹き抜けはその卵と重なる位置にあります。この場所は構内通路の一部で、田園都市線などのホームにもつながっていますが、遠回りになるだけなので利用する人は少なく、人とすれ違うことはありません。混雑する渋谷駅なのになんだかもったいないスペースです。この巨大吹き抜けと卵の説明書きは改札を出た場所にあります。これらの役割は駅構内の空調負荷を低減させることです。この卵は地中線と呼ばれ、長さおよそ80メートル、幅およそ24メートルあり、地下3層にまたがっています。この施設のコンセプトが次の3つ。ダイナミックな地中線は駅の利用者に強烈な印象を与えることを意図したもので、卵型なのは中から何かが生まれるワクワク感を持たせるためです。また巨大な吹き抜けは視線が通りやすく、列車の行き来が分かりやすいように作られました。そして環境への配慮、地中線は実際には駅構造との兼ね合いで欠けているところが多いです。改札階の吹き抜けの横では西側には空に当たる部分があるのに対し、東側にはそれがありません。この非対称のデザインが3つ目のコンセプトである環境への配慮とリンクしています。この吹き抜けの東側には東急の複合商業施設渋谷ヒカリエがあります。そして改札とをつなぐ通路の左右にはぽっかりと空いた空間が、この吹き抜けはホーム階から地上まで空間的につながっており、車両から出た排熱などをここから放出することを意図しています。私が歩いていたホームの隣のホームでは部分的に側壁がなく、この吹き抜けとつながっている場所があります。これらの設計は建築家の安藤忠雄さんによるものです。独創的な建築で知られている一方、変わった材料はあまり使わず、コンクリートを多用しています。これは
誰にでも手に入る材料を持って、誰にでもできるものではない世界を作りたいという思いが根底にあるそうです。渋谷駅の他には、2008年の京阪中野島線なにわ橋駅や、2019年の JR 九州熊本駅なども手掛けています。インパクトのある構造は開業時に話題になりましたが、課題も多く抱えています。卵型の壁のために視線が通らず、特にこれは、先ほど私が出場した改札と吹き抜けを挟んで反対側にある改札で顕著です。この改札は田園都市線などへの連絡通路につながっており、エスカレーターの左右に動線がありますが、卵の壁で遮られ、見通しが良くありません。また、乗り換え動線はカーブしており、田園都市線などと東横線などでは改札口の高さが違うためスロープもあるなど、構内は複雑です。あの巨大吹き抜けから見通せるのは一部分にとどまり、現在地を適切に把握するのは難しいです。ここには照明がないため、案内板などが見づらい弊害もあります。また、局面的な形状はデッドスペースを生みやすく、吹き抜けの周辺の卵のあたりは、フェンスで立ち入れなくなっています。このあたりを普通の平面にすれば、ホーム階と改札階を直接つなぐエスカレーターなどを作れた可能性もありますが、これでは不可能です。さらに、自然換気を意図した吹き抜けには、雨がバンバン降ってきます。地下3階にもかかわらず雨が入ってくる上、タイルが滑るので危ないです。この構造は変えられないので、あとはソフト面で対処するしかなさそうです。ご視聴ありがとうございました。